今日は水曜日ということで生放送やります。いつものように8時半からの第1部、10時15分からの第2部という2部構成でお送りしますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄に貼っておきます。さて、YouTuber として長らくトップ戦線にいた渡辺真琴さんが引退を発表しました。この度は私が起こしてしまいました事件に関して、被害に遭われた方に大変な苦痛を与えてしまったことを心よりお詫び申し上げます。そして、こんな私の動画を見てくれていたファンの皆様、大変申し訳ありませんでした。今回の事件を起こしてしまい、自分なりにいろいろと考えさせていただいた結果、けじめとして引退させていただくことにしました。13年間こんな私の動画を見ていただき本当にありがとうございました。このようにツイッターで引退発表を行っています。最後に使っていた YouTube アカウントは凍結されていたんですが、その一つ前に使っていたアカウントの動画も全て削除されていたんですね。さらにもう一つの前のアカウントの動画は今のところ残っている状態です。まあ何をやったのかっていうのは今ここで再び言いませんけれども、やったことの重大さを考えると仕方ないと思います。人間の悪い部分がクパーしてしまったというか、普通に考えると逮捕案件ですからね。ただ結婚を発表してすぐに問題が発覚し引退、今後どうするのかっていう話ですよ。まだ30歳にもなっていないでしょう。そう考えると今 YouTube をやめたところで人生というのは折り返しにすら到達していません。これまで13年間 YouTube をやってきてかなりの収益もあったと思います。ただそれで一生安泰なのかといえばどうでしょう。以前もやらかして謹慎期間がありましたよね。まあ過去の動画の再生分とかはあるでしょうけれども、まあ家賃とか固定費っていうのは常にかかるわけですよ。YouTube を引退するのであれば別の道を模索するしかありません。ただかなり難しいでしょう。同年代前後で今みんな YouTube 見てるわけですから、それで渡辺真琴という名前を聞けば、まあ結構知ってる人多いわけですよ。だから普通になんか働くっていうのも難しいですよね。しかも YouTube で稼いでいた金額を考えると、普通の一般企業で働くとなればかなりね収入の差があると思うんですよね。このあたりの生活レベルをうまくやれるかとか、今回の件は自業自得ですけど、まあ自分が同じ立場に立ったらやっぱ難しいなとしか思えませんね。でいろいろ模索するんですけど、結局時間を置いて YouTube に戻ってくるんじゃないかっていうことも考えてしまいます。テレビと違って YouTube は視聴者がいる限り干されるっていうこともありませんからね。動画は自分で勝手に投稿するものですし、まあ、今アカウントが凍結されましたけども、その措置が永遠に続くのかって言ったら、まあ消されてもまた作ってる人いますしね。プロレスラーとかではおなじみですけど、引退して復帰するっていうのはもうテンプレートですよ。大仁田敦とか何度引退して復帰してっていうのを繰り返したことか。もう13年間 YouTube に染まって生きてきたわけですし、この呪縛からはなかなか逃れられないんじゃないでしょうか。今 YouTuber になりたいっていう子供が増えてるみたいですけど、こういうリスク、まあこれ今回のは自業自得なんですけど、やっぱリスクってのも考えておかなければいけないですよね。単純に華やかなのは、まあ、表に見えてる部分だけであって、その裏にはいろいろありますしね。あと真琴さんはね、悪い人に騙されないように気をつけることですね。騙されるっていうか利用されるというか、だからこういう時って変な人がいっぱい寄ってくると思うんですよ。でその犯罪の片棒を担がされるとかさ、あとは薬物ね、まあ、薬にも手を出すっていうのはダメ絶対というところで、今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。